況たりとっていうのはありません。先ほどからやってましたけど、先ほどみたいにずっと言ってるのがいっぱいです。今日は9月の8日です。ここは、知多温泉のちょっと上流にあります。川は知多川です。十和田湖町から温泉からさらに下の方に知多温泉とありますけど、それよりちょっとさらに下の方に。来ていまして、仙人橋という橋が、国道103号線にかかっています、そのすぐ空き地に今来ています。これから今日まあ、いや昨日一昨日と奥入瀬がで釣りましたけど、小さい山沿いばっかりなんで、ちょっとがっかりしましたんでもうやめました。やはりイワナを釣ってみようかなと思ってちょっと上流に上がってきました。それでも結構水水量が多いですね。昨日このさらに上流の猿倉温泉に入ってきましたけど、すぐそばに川が流れて見たんですけど、ちょっと水量が少ないかなって感じで、まあ入ってもないわけじゃなかったんですけど、まあ温泉に近いんでやめました。今日はここに支流が一つありますけど、これがどうかなと思ってたんですけど、ちょっと水量がないですね。この上に池があるんです、赤沼っていう沼があるんで、そこまで行ってみようかなと思ったんですけど、水が上がってなんか台風が来てるようです、まあ釣りは台風が来たって関係ないけど、明日その辺からフェリーに乗りますんで、そのフェリーが出ないと、それが来るので、ちょっと雨がパラパラ時々来てますんで、ビデオは一応置いていきます。本当は持って行きたかったんだけど、このさらに上流に、また支流が分かれてますんで、そこまで行ってどっちかに入るかなと考えています。